達、はい、家族になりましたよ。かわいい。ああ。ここレア、今日はね、あなたたちの3人目、3匹目の犬を飼いに行くかもしれない。ここレア聞いてる？レア意味わかる。もう1匹の犬来るかもしれないよ。カツさんはでかい犬なの。いいな。車2時間も乗って見に行くの。いいな。ん？ダメ？やめてて。ん？レアいいな。意味わかんないね。じゃあこれから行きましょう。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、はねまりチャンネルです。ということでですね、昨日の夜私たちはねまり家はですね、真面目な会議を行いました。真面目ということですね。はい、3匹目の犬に関して話をしましたね。最近なんかすごく人気な大型ミックス犬ですね、ゴールデンドゥードルという犬種がありまして、うちのはねまりママはねすごくお気に入りで、多分1年前から飼いたい飼いたいと言われて、ではレッツゴー。え、買うよ。縁が、繋がってた。こう縁があると。縁で何？うん縁って何、マリちゃんに説明できないな。運転1時間半ぐらいかな、某ペットショップに着きました。この犬はですね、まだこの店に昨日夜着いたばっかなんですよ。今店員さんにお願いします。はい、楽しみしてる。はい、マスクやってね。マスクやる。はい、吐いて。ショップなんかおしゃれ。うん、あ、その子、うん、おしゃれ、ここ何だろう、好きなのリップ猫いるかな。見て、噛んでる。ママ、この猫いい、かわいい。いやかわいすぎる。かわいい。万が一押し込かわいい。移動疲れたね、今ね。疲れたな。でかいね。すごい大きくなるよ。まだ2ヶ月だね。うん。カブハネちゃん。こんにちは。お姉ちゃんだよ、それは。あ、なんかおとなしい。かわいい。かわいい。見せてお顔、かわいい。帰る？一緒に。私のこと好きだったら一緒に帰ろうか。どう？そうですね。はい。ますね、はい、あ、ちょっと慣れたね。多分。なんかさっき舐めてきたから。そう。でもここで舐め舐め舐めてやる。慣れたね。すごい軽い。そう、かわいい。かわいいよ。になるよ。家族になるよ。パパ、この子、はい、全員お気に入りらしいですね。おそらく今は朝早い時間帯なので、はねまり家に連れて帰ると思います。はい、レアとココがびっくりしちゃうよ。この子も本当に頭いいね。うん、なんか美味しかった。そう、めっちゃ頭いい。あ、出てきたの、あんた。マリ大好きなダックスね。そうだよ。疲れてる。水飲みすぎて疲れちゃったのかな。はい、今店員さんからの話で、この子の食べがすごく悪い。食べないです、あんまり食べない。大丈夫かな。このお店に着いたばっかなんですよ。長距離移動もあって、かつ食べが悪いという2点で、やっぱりちょっと様子見た方がいいと。2、3日後もう一回
来てワンちゃんを連れて帰った方が、まあ、安心だろうと思います。ないの、はい、あの後日またもう一回来ます。はい、でですね、あの子を予約してね、ここに来ることになったよね。楽しみ。うん、4日後になりました。目確認で元気だよねと、いらないよねと目確認して、今体験とかも全て終わって、今連れて帰ります。この顔だからね。かわいい。一応出させてもらって抱っこしてたんですけど、めっちゃやんちゃね。食べるの悪いから見て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 、うわ、やっぱり子犬だね。我が子どうですか。子供とレオ似てるね。名前は一応ナナ、ナナちゃんね。あ、リボンか。なんか可愛いのいっぱい入ってる。かわいい、はい、タッチ、はい、家族になりましたよ。はい、帰るよ、一緒に。ナナちゃん、帰るよ。それお兄ちゃんのね、おもちゃなの。かわいい。お上手。遊んでる。かわいい。はい。新しいワンちゃん来たよ。いくよ。はい。ママだ。はい。お友達来たよ。はい。行こう。誰お緊張してる緊張してる、遊ぼう遊ぼうって言ってるの。仲良くしてね。仲良くしてね。ここは妹ね、仲良くしてよろしくって。はじめまして、レオだよ。よろしく。遊んでるの。かわいい。遊んでるの。こいつらに負けないじゃん。遊んでるじゃん。レイちゃんすごいじゃん。こっちゃん、こっちゃんダメ。こっちゃんダメ。おもちゃ遊んでる。俺のおもちゃだよ。レイちゃんの分かってるよ。これからお兄ちゃんになるからさ、兄貴の様子ちゃんと出して。分かった？うん。うわっ。で、OK。あら、お前もね。分かった？うんじゃないよ。あ。ハハハハ。
なの。食べてるじゃん。はい。初めて見た。あれ？なんか長すぎだね、やっぱり。店員さんからもらったもの。食べてるよ、ちゃんと。よかったな。よかった、骨だけじゃなくて。ね、食べるよね、よかった。悪いと危ないと3日間観測した方がいいよと言われて違うねペットショップのドッグフードが悪いじゃないかと思って全部缶詰のものこの子食べるかどうか検証してみましょうナナナナ名前知らないよねやっぱりはいナナはいほら足全部上がってない食べが悪い犬って言われている犬の食べ方です新しいドッグフードが欲しかったのか、うんめっちゃ。クッ。クッ。クッ。ネオ何したいの？何したいの？じゃあネオネオ何したいのじゃ。これで大型犬だよ。ではこの匂いはどう？我慢できません。食べたい。今からナナちゃんの家を作っていきたいと思います。じゃじゃん。ここに建ててくる予定です。大きくなるからきっと大きいのを作ろうと思ってるんだよね。この家とここの家地です。私ナナよ、よろしく。今ベル出した。こんな感じ。うっしー、ついたでかいんだろう。本来ここはですね、ピアノの楽だったんですけど、羽根のね、まあここがゲージに一番いいところだと思って移動しました。はい、こんなにピアノがあります。うまいね、意外と。どんだけでかいの。怖い。おいはダメだから。ピアノ全部つながっております。便利やん。これでかっ。はい、ナナちゃんのゲージが完成しました。とりあえずね、ナナ今ぐっすり寝てます。くれた。ナナ、そっちがいいとは言わないで。あ、ちょっと頑張って作ったから。